こんにちは。今回は神級の権限ダンジョンです。エリア4までは雑魚敵ばかりなのでスキルも貯めやすいですが、敵のスキル攻撃に誘爆がついてたりするので気をつけよう。雑魚はどのエリアも属性出てくるし、ボスも構えで属性がいろいろ変わるので、特定の属性に偏ったパーティー構成でも大丈夫っぽいけど、このダンジョンは HP が増えるリーダースキルがあった方が楽です。ボス戦では3ターン攻撃力アップのアビスドームを使ってくるので、攻撃力を下げるスキルを使うかバインゴとかで動きを封じる方が安定感が上がるけど、可能ならアテナとかの2ターン無敵がおすすめ。無敵の間は毒のダメージも入りません。あとは回復手段を何か用意しておかないと耐久戦に耐えられない可能性が上がるかな。火力だけ優先すると厳しいと思います。ボスは9ターンが経過するまで防御力が高いので、多分何の攻撃をしてもダメージは1、防御力無視の攻撃をしてもダメージ量はわずかです。アイコンの数字が4になったら敵のターンにアビスドームを使ってきます。一撃のダメージ量が2900なので、通常より6倍くらい攻撃力が上がるようです。アイコンの数字が1になったら敵のターンで敵に防御力のダウン効果が発生します。恨みを込めて一気に倒してやりましょう。それではまた。